えたわ確か。この時はナトリウム入る。でこの時カルシウム入ってる。でこの時にカリウム入る。うん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 。えカリウムって出ていかん。最終入ってくるから最後に。ああ。それだってでもなんかめっちゃそれ心筋のイメージやけどな。あ、まあ、これは心筋やけどいいのか一緒。あ、一緒で良かった気がするんだけど。軸索週末に流入するってことはさ、夏分局に続いてだもんな。夏分局の情報は伝わっててからカルシウムを入ってきて、あ、じゃあ、あ、いっぱい、なんか、なんだっけ、間違えた、カン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 。え、多分そっちゃん、こっちだよな。なんか私もさ、考えてたんだけど、うん、なんかみんなで一回解いたときはそっちじゃないってなって、ここに、あの神経伝達物質がいっぱい入ってて、うん、で、ここに入ってくるのがカルシウムイオン、うん、で、ここから、ここにあのアセチルコリン受容体っていうものが存在してて、うん、で、ここからこう入ってくるのが、アセチルコリン。アセチルコリンって入ってくんの？受容体に結合してナトリウムちゃんをエネルギーだっけ？あ、ごめん、こっちに入ってくるのか。あ、違う違う、つくのか。こうか。で、どうなるんだっけ。で、ナトリウムイオンチャンネルが開くから、こっちでまた、脱分局を来てみたいな。はい。あと、あ、そうそう。待って、その方がわかりやすいから。おのちゃん。頑張れ。
こで一つ。頑張っていきましょう。はい。これ何気にかいみんな頑張るぞ。大丈夫ですか。すごい。じゃあ気合入れて。よし。よし。大きい声出すの何でもいい。着弾。やっほー。